山頂付近妙高杉の原スキー場は、新潟県の妙高市杉野沢にあるスキー場。株式会社プリンスホテルが運営している。写真の通り、妙高山麓に広がる広大なスキー場でもある。ゲレンデは大きく、杉野源ゾーンと三田原ゾーンに分かれ、上部と下部で連結している。杉野源ゾーンは3000メートルを超えるゴンドラを使ったロング滑走が楽しめる。三田原ゾーンも長めのフード付きクワッドを使ったロング滑走ができる。ほか、幅300メートルにも及ぶ一枚バーンがあり、気持ちよく滑走することができる。標高差は、日本のスキー場では、実質最高となる1124メートルあり、最長滑走距離も8500メートルという、日本屈指のロング滑走ができるのが、最大の特徴である。コースは17コース設置されており、新潟県有数の人気を持つ。また前述の通り、リフトのほとんどは高速リフトとゴンドラで、長さも1500メートルを超えるものが多く、コース幅も広いため、長距離の滑走を快適に楽しむことができる。急斜面は山頂エリアに集中しているが、広めの迂回コースがあるため、初級者でも山頂に立つことが可能となる。ただし人気を誇るため、週末はリフト待ちが、他のスキー場に比べ長い。ゲレンデからは、正面に、野尻湖や斑尾山、志賀高原、菅平高原が見えるほか、遠くには、谷川連峰や八ヶ岳、富士山までも望むことができる。パノラマゲレンデ杉野源ゴンドラ山麓駅に1箇所、同山麓駅から数百メートル上がったところに1箇所、設置されている。スキーセンター内に設けられているほか、ゲレンデ各所にも、個人経営の食堂やロッジ、ペンションなどが多く立ち並んでいる。化粧室は、スキーセンター内に設けられているが、それ以外には一部の食堂に設けられているのみで、ゴンドラ山頂駅やコース沿いには設置されていない。駐車場杉野源ゴンドラ山麓駅付近に数箇所、設けられている。杉野沢温泉アクセスを参照。温泉のある民宿街から、スキー場の玄関口となるゴンドラ山麓駅までは 1km ほど離れているが、民宿街とゲレンデを結ぶ1回乗車無料のリフトがあり、アクセス手段として案内されている。また、妙高市営バス、マウント、妙高シャトルバス、妙高高原ライナーは、冬季はゴンドラ山麓駅付近まで乗り入れる。ありがとうございます。